ビギナーランニングマガジンへようこそ。元祖教人牧野です今回は、ナイキエアズームペガサス38、こちらを紹介していきたいと思います。今回速報です。4月29日に、ナイキエアズームペガサス38、こちらが、えー、発売されると。で、ナイキメンバーは4月22日というところですけれども、まあ ミッドソールとかの形状とかっていう情報がないので大きなこうアップグレードっていうのはないのかなと思ったんですがまあ一つ基地で見るとですねラスト足型を改,あの改良してるということでそこはちょっと気になるところかと思っています。でただ全体的にはゆとりの持てる作りになっているので、えー、つま先の部分のゆとりを増したりとかですね、えー、シューレスの部分には 4つの独立したミッドフットバンドこれを採用しているということですねであと通気性が良くするために、えー、サンドイッチ構造したメッシュを採用というところで、まあ、履き心地をグレードアップさせたというふうな捉え方かなと思っていますであとのものとしてはですねドロップが1 0リで重さ的には269というのが情報で出ていますけれども まあ、そんなに重くもなく、ねえー、軽くもなくまたね、えー、いろいろな情報がこれから来ると思いますのでどの辺がスペック変わっているのかその履き心地はどのように改良されているのか、まあ、そこが興味深いところかなと思ってますね、まあ。いずれにしろ 4月22日に先行発売29日には一般発売というのが見えていますので徐々に情報や、まあ、先にテストできる方とかね僕もテストできれば、えー、借りて履いてみたいとは思うんですけれども、えー、逐一情報を集めたいかなと思っています。そして同時にですね、えー、アルファファライネクストパーセント2 こちらも出るという情報も出ていますんでこちらも、えー、情報が入り次第お伝えできればなと思います今回は速報でしたナイキーエアズズームペガサス38これについて紹介させていただきましたこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想共演人脇野でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします